皆さんお元気ですか？エンターアートの大阪ゆかりです。今日はですね、パフォーマンスがあります。バイオリンデュオのミオリナさんという方と一緒にコラボしてエンターアートとして私の振り付け作品を発表させていただきます。まずね、今、お昼過ぎなんですけれども、ウォームアップして、ちょっとバレエのバーレッスンもしたりして、体を動かしてから劇場に行きたいと思います。今日一日いろんなウォームアップやエクササイズをやりますので、早送りとボイスオーバーでその様子もお届けします。実は朝にもね、少しエクササイズをしているので、今日体を動かすのは2回目です。今は足と股関節とお尻を中心としたエクササイズをしています。パフォーマンスがある日ね、余裕があれば朝からダンスクラス受けに行ったりするんですけれども、今日そのパフォーマンスの前にこう、リハーサルして撮影もしたいんですよ。ダンスの撮影もして、でランするっていう本番通りの順番でやるリハーサルして、でそれから本番なんですよね。でなんかね、若い頃だったらそれでも朝からバリバリレッスンして、レッスン受けに行って大丈夫だったと思うんですけれども、だんだんちょっとなんていうの、セーブするところはして、パワーをさ、エネルギーを残しとかないと、撮影とかもあったら一日さ持たなくなるから、今日はお家でウォームアップしていきます。はい、前後にゆらゆらして腰をほぐしていました。今は、腕とか上半身全体、そして体側をほぐすエクササイズをしています。この私のウォームアップが気になる方は、プレイリストのエクササイズとストレッチというところにほとんどのこのエクササイズ入っていますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にもおすすめの動画のリンクを載せておきます。全身をね、ほぐして使えるエクササイズですので、ぜひチェックしてみてください。今回ね、ニューヨークでエンターアートとして久々のパフォーマンスなんですよね。ニューヨークでパフォーマンスすること自体久々ですよね。去年長いこと日本に行ってたし、その前コロナで全然劇場開いてなかったから、で、しかもこのバイオリンデュオのミオリナさんから、ミオリナさんの楽曲に振り付けしませんかっていう依頼をいただいてのパフォーマンスなんですよ。だから今回そんな大きな劇場じゃないし、ミオリナさんが舞台の上にいて、私たちはフロアで踊るみたいな感じの、ちょっと特殊な感じなんですけれども、そういう感じで、大きな劇場じゃないけど、正直めちゃくちゃ緊張しています。はい、頑張っていこうと思います。バレーバーがあるリビングに場所を移して、エクササイズまだまだ続きます。足つぼマッサージをしてから、私O脚なので、それをこう改善する、矯正するストレッチをしまして、でバランスボードで体幹を鍛えるエクササイズをしてから、バレーレッスン、バレーバーを30分ぐらいやりました。これ全部お見せすると長すぎるので、バレー部分は割愛します。はい、1時間ぐらいウォームアップとかバーレッスンとかして、お昼1時半ちょっと前です。1時間半ぐらいしたのかな。スムージー飲んでヘアメイクしていきます。これは朝ごはん兼昼ごはん兼おやつでございます。このスムージーも動画になってる、これの前かとかちょっと出ている時期わかんないですけれども、動画になってるのでそちらも見てください。美味しかった。量も多いしボリュームもたっぷりなんでお腹いっぱいです。夕方まで十分持つかなって感じ。はい、さっきの食器洗って、でシャワー浴びてきたところでございます。このチャンネルには珍しく黒以外の服を着ている。なぜならば、なんか黒いシャツとか着たらさ、こう脇とかに黒い布の繊維がつくことありません？それを避けるために、撮影前とかね、本番前は割とこう薄い色の服を着るようにしています。では急いで、ヘアメイクしていきます。どうせ髪の毛はまとめるので、
頭からやっていきたいと思います。癖なんでこうヘアスタイリングいつもめっちゃ迷走している、皆さんご存知のように頭ボサボサのことが多いんですけれども、このパナソニックの、ナノケアのくるくるドライヤーなんていうのこれこれはマジで助かってる。こうちょっとなんか急いでしなきゃいけない時とかで、髪の毛まとめるだけなんですけれども、こう時間が経ったらモワモワしてくるので、アイリング剤、ワックスですね、多めにつけていきます。まあ、あとワックスとハードスプレーを塗ってって、本番前に綺麗に、また綺麗にっていうか、まあこんなだけですけどします。忘れちゃう前に、今回はなんか何、地爪な感じでいきたいんですよ。マニキュアとか塗ってない、まあでもある程度綺麗にはしときたいので、この透明の、まあ、トップコートみたいなのを塗っていきます。今回裸足で踊るんですよ。コンテンポラリーの作品裸足で踊ること多いんですけれど、さ、裸足で踊ると、まあ、剣道とかそういう武道やってる人も分かると思うけど、すぐ剥がれるんですよ、マニキュアね。あ、何？ペディキュアか。はい、だからなんか下手に塗ってない方がいいなっていう感じでございます。あと裸足で踊ってると足の裏とか結構ねガサガサになりますよ、実はね。だからよく見ないでね。あ、もう行かなあかんねんけど、私エラ貼ってるんで、シェーディングはしっかり入れるようにしています。で、今回おでこ出してるので、頭が、顔が大きく見えるから、後でシェーディングはしっかり入れます。持っていきます。動画の時はハイライト結構入れるんですけれども、舞台になるとちょっとねなんか変な感じになったりするので、あまり入れないです。 OK、 こんな感じでいきます。あ、最後大事なのがね、これ。はい、今タクシーというかリフト、配車サービスみたいなのリフトっていうやつがあるんですけれども、それで、移動しています。全然電車で行ける距離なんですけれども、荷物がめっちゃ多くて見えないか、荷物がですねめっちゃ多いんですよ。衣装とかの他に三脚とか撮影機材とかも入ってるので、めちゃめちゃ多くって、まあ、これは無理だわ、徒歩はって思ってはい、車で移動しています。もうすぐ着くかな。着いたら一番にちょっと照明のことでいろいろチェックしなきゃいけないことがあるので、それをやって、でそっからノーツ、前回のリハーサルから、まあ、ちょっと手直しするところ直して、でダンスの部分をちょっとクローズアップで撮影したい部分があったりするので、そういうのを撮影していって、でその後4時半から5時半の間に、まあ、テックリハと、テックリハっていうのは、まあ、技術的なもの、照明とかも含め確認しながらのリハーサルとランスル、本番通りの順番でリハーサルするっていうのをやっていきます。結構ね詰め詰めのスケジュールなので頑張る。はい、閑静な住宅地、グリニッジビレッジの閑静な住宅地に着きました。この辺りはめちゃくちゃ家賃も高い、まあ、いい居住エリアでございますが、そんな街の中に突如現れる、あ、見えてない、あ、見えてないわえ、日本に旅行行くんかなぐらいのさ荷物でございますが、はい、こちらグリニッジハウスミュージックスクールで、このね閑静な街の中にあるミュージックスクールのホールで今日はパフォーマンスさせていただきます。
あのすごい歴史ある古いビルディング、扉もレトロかわいい感じ。 Hello, how are you? I have all the tripods and cameras and everything. Oh, God. オールなんかこんな感じ。 Hello, Katie. Do you mind being on the video? No, that's okay. 照明をThank you. Okay. Are you warm? Yeah. Yes. 今からノーツをするので終わったらまたね。今もう、照明のチェックとかリハーサルとか終わってもうすぐ始まるよっていうところです。 Hi. I have to speak in Japanese. 今日一緒に踊るケイティです。よろしくね。 Okay. Are you ready to go? Yes. みおいさんと剣道の片岡先生です。 YouTube に載っても大丈夫ですか？いいよ、YouTube。 いいって、ありがとうございます。今回はこう剣道がテーマになってる。で、あの剣道のデモンストレーションが最初にあって、みおいさんと今いないんですけれども、りんさんのみおりなさんの楽曲を踊るということでございます。はい、はい、お邪魔しました。あ、すぐ来た来た来た。あの私殺陣を習ったことはあるんですよ。殺陣、うん、でも全然違いますもんね。演劇のためのものだから全然違うけど、すごい興味津々です。楽しみにしてます。今日のデモンストレーション、僕の映画で殺陣つけたよ。あ、そうですか、うん、すごい。いくつかつけたで。こっちでですか？こっちで、うん、日本の映画、こっちでも1秒くらいだったかな。始まるんですけれども、プロテインバー食べてヘアメイクちょっと直してやっていこうと思います。はい、ショーが始まりました。今日私たちの出番はまだ15分後、20分後ぐらいなので、パフォーマンス直前のルーティンをやっていきたいと思います。足首とつま先を回すエクササイズからスタートして全身をほぐしていきます。剣道のデモンストレーションの声が聞こえてきますけれども、この楽屋は舞台から直結していました。私のこの本番直前のルーティーンは、基本的にはヒールのエクササイズを凝縮したものをこう軽くやるっていう感じですね。体調に合わせて、あ、今日ここ凝ってるなとかに合わせてね、内容は多少変えるので、儀式的になんか1から10まで順番に決めてることをやっていくっていう感じではないです。この時には私は体をストレッチしすぎない、伸ばしすぎないように気をつけて、全身を少しずつ少しずつほぐすようにしています。なぜならば、先ほどまでのリハーサルの時と体の具合が大きく異なると、それはそれでやりづらいので、伸ばしすぎないようにしています。今は体のパーツごとに円を描くエクササイズをしていて、全身をいろんな方向に動かしています。はい、それで最後は足の指先をほぐして、ウォームアップほぼ完了ですかね。衣装をつけて、最後に、これは本番前だけにやるエクササイズというかルーティンですね、カウントダウンしながら手足をブラブラさせるっていうものでございます。
はい、本番直前ルーティンに変わりました。パフォーマンス終わりました。今日はねちょっとレセプションがあったので、なんかこんな格好してみましたが、まあ、無事に終わりました。ゴミ箱めっちゃ映った。パッキングもほとんど済んで、このコンポーザーのリンさんからお花いただいて、はい、帰ります。こんな感じで一日密着してみましたが、いかがだったでしょうか。今度は5月にヤーサマーダンスシアターのパフォーマンスがあって、今月からリハーサルが始まるので、はい、それにね今度は集中していこうと思います。この動画が良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。エンターアートの大阪ゆかりでした。ありがとうございます。バイバーイ。